わが猫。ただいま。匂い。飽きてきた。ママ来た。なんか臭い家。なんか臭い。この家なんかゲロの家。半日ぶりの再会だね、B さん。おー、B ちゃん。ボケボケしてね。え？こんなにかましてます。誰かもうこの時もどっか行ったよね。ただいま。B ちゃん。そう、飽きてきてきた。ただいま。なんか臭いね。なんでこんな臭いの？どうして、何かあったんじゃねえか。え、なんか待って。え、なんかすごい綿まみれだけど大丈夫？あ、これは。二人でおる。あ、イラもおるね。これは。ちょっと待って。臭い原因は何だ？突き止めるか。ここじゃないと思う。ちょっと上行くよ。上行くよ。え、ちょっと待って。マジかー。あ、あはははは。あ、これはひでえ。ねえ、もう最低。ひどくないこれ。ひどくないマジで。ちょっと犯人突き止めるか。イロ？ねえ、誰がやったあれ。イロ。かわいい。クルちゃん。でも匂いが臭い理由になってねえんだよな。理由になってね。じゃあ、パパくんストーカーしてまーす。え、プーイなこの人。え？いないよ、やっぱりプーイ。え？え？ナオンって言ってる。どうする？え？こっから出てきた。え？うわ、待って。なんか、うわ、うわ、臭い。うわ、待って。うんこしてる、ベッドで。おしっこもしてる。うわ、だから開けて閉めたんだ。自分で？うん。悲惨。うん。おい、お前。アメショ組。最悪マジ。ふーちゃん。イェーイ、おしっこしたで、ベイビーベイビーベイビー。そこら辺の分かってんな。うん、でも分かって、でもしょうがないでしょって顔してる。俺も出たかったけど、しょうがないでしょって顔してる。で、マジ。掃除した後ね、ご飯は。うん、はいね。わが猫。いいですか、皆様、ご飯タイムですが、たまにはちょっと買ってきたものを紹介しがてら、ご飯タイムにしましょう。いいね。で、ペットショップに行くと、基本的に何かしら買ってくるんですけど、で、これ、ボンプチ好きなんでね、うちの子。めっちゃ群がってる。これ初めて買いました。猫服。はーい。次、こちらね、マグロの、こういうなんかの、ジュルっとしたやつね。ジュワッとしたやつね。ジュワッと。ジュルは汚いです。あ、カーブなんと。これちょっと、揚げちゃってもう開いてますが、シュールのカリカリバージョンみたいな。はい、そうでーす。発売してたので買ってきました。で、あとね、こういう。あ、これは人気よね。そう、ドライフードは、猫ちゃんの体にもいいのでね。はい、揚げてまーす。あとこれ、鶏肉のこういう真空パックになってるやつです。そうでーす。これもよくブレンドして揚げてます。なんか置き方うまいね、飼育員。でしょう？うん。でね、あと、これ、お願いしたんですけど、はい。寝室にね、最近、ズボグ、ズボグ、ズボグくんとか、避難することが多いので、はい。そのための、お水飲み場ですね。はい。お水飲み場です。飼育員はこういうシンプルなわけのわからん、パケ買いをしてしまうタイプです。そうだね。いいですか、皆さん。いいかな？え、じゃあ、向こう向かない？ほら、にゃおじゃない。ねえ、じゃないでしょ。今見た、映った。じゃあ、足っぽ上げてる。これからね、ご飯タイムなので、あ、噛むなっとんの、お兄ちゃん。作ってくれるって。イエーイ。ブンブン。イエーイ。ご飯だご飯だ。わーい。わいって。喧嘩しなーい。カビちゃんやっほー。案外今日はみんなおとなしいじゃん。ねえ、いい子して待ってますね。今作ってくれてるからしばしお待ちあれだよ。喧嘩しないよ。殴り合わないよ。ねえ、バブくん。おお、襲っちゃダメ。ほら、長男長男。ふーちゃん。すごい、みんなルンルンなんだけど。ねえ、あんまりわーわー叫んどると、くーちゃんイライラしてるから叩かれるよ。ねえ、ビーちゃん。あーって。かわいい。くーちゃんかわいい。どうしたの？泣いてる。こらこら、襲わない。くーちゃん。最近知らんふりしとんな。おーおーおー、ほらほら、そりゃバーブくん怒るってば。ほら、喧嘩しない。ふーちゃん。なんで怒ったの？意味わかんない。さっきまでいい子にしてたじゃん。いきなりそんななんか奮闘始まんなよ。ねえ。今日は誰が多めに入れてあげようかな。怒るでしょ。ふーち
ちゃん耳ガブガブしない。うわ、怖っ。何個作ってる？マジ何個作ってる？怖っ。次お米ちゃんと見合ってる。怒りすぎいくじゃん。だって。おーおー、すっげーすっげー。喧嘩死んで。仲良く行こうぜ。また食うに怒られんで、みんな。みんな。ほらもう。お、すごいすごいすごい。怒ってるくーちゃん。いいかい？うわ、すごいすごい。食べましょう。はい。こっちこっちに、ビールこっち。すごい。みんなガッツキが違いますね。細かですか？いい感じですね。ねえ。お留守番ありがとうございます。だって。じゃあ、ゆっくり食べてください。はい。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録者10万人目指してます。登録ボタン高評価忘れずにね。ちなみに今日の MVP はぶーちゃん、おめでとう。なんかいろいろ SNS もやってるみたいだから、ぜひ覗いてみてね。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。